様、こんにちは。これより故シドニー・ブレナー博士顕彰像除幕式を開式いたします。本日の司会進行という大役を仰せつかりました、私遠目直美と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。除幕にあたり博士の略歴をご紹介いたします。2002年、当時の沖縄担当大臣尾身浩二氏が示した沖縄に世界最高水準の大学院大学を作るという壮大なビジョンに最も強く賛同したのが、ノーベル生理学医学賞受賞者シドニー・ブレナー博士でした。2005年、ブレナー博士はOIST の前身である沖縄科学技術研究基盤整備機構の理事長に就任し、博士の知名度や国際的ネットワークを生かし、世界中を飛び回り強いリーダーシップを発揮した結果、OIST を改革に先駆け、OIST の国内外における知名度を向上させ、国内外の研究ネットワークを形成しました。2012年9月、 OIST が開学。その後、国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を実施することにより、今日では世界中から優秀な学生および研究者が集う先進的な教育研究施設として、国内はもとより国際的にも高い評価を得ています。2017年、ブレナー博士はOIST創設の功績を称えられ、日本政府から旭日大綬章を贈られました。2019年4月、ブレナー博士はご自宅のあるシンガポールにてご逝去されました。92歳でした。本日はそのご功績を称えて設置されました顕彰像のお披露目と、シドニー・ブレナー博士の顕彰を行いたいと存じます。それではシドニー・ブレナー博士の顕彰像の除幕を行います。除幕を行っていただくお二方をご紹介いたします。はじめに沖縄県副知事、沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議、ジャハナ・キイチロー。そして学校法人沖縄科学技術大学院大学学園理事長、沖縄科学技術大学院大学学長、ピーター・グルース様。ここで記念撮影を行いますので、ジャハナ副知事、グルース学長、キツナをお持ちになってカメラへ向かってポーズをお願いしたいと思います。にっこりと笑顔でよろしくお願いいたします。カメラをお持ちの皆様、どうぞ撮影をお願いいたします。カメラをお持ちの皆様、撮影お済みでしょうか。それでは除幕を行います。ジャハナ副知事、グリース学長、この後の私のどうぞの掛け声の後に引き綱をお聞きください。それでは参りましょう。シドニー・ブレナー博士顕彰像の除幕です。どうぞ。シドニー・ブレナー博士の顕彰像がお披露目されました。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。ここで今一度記念撮影を行いたいと存じます。ジャハナ副知事、ピーター学長、どうぞ正面のカメラへ向き直りいただきたいと思います。よろしくお願いします。カメラをお持ちの皆様、どうぞ撮影を行ってください。
性の方はよろしいでしょうか。これで記念撮影を終了いたします。ジャハナック知事、グレース学長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで主催者を代表いたしまして、沖縄県副知事、沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議、ジャハナ・キイチローよりご挨拶およびシドニー・ブレナー博士の顕彰を行います。よろしくお願いいたします。シドニー・ブレナー博士の顕彰状除幕式にあたりご挨拶を申し上げます。この度ブレナー博士のご尽力により開学したここオイストにブレナー博士の顕彰像が建立されました。新型コロナウイルスの影響により規模を縮小した形となりましたが、ピーター・グルース学長とともに除幕式が執り行えますことは誠に意義深く喜ばしいものと考えております。かつてブレナー博士は恩納村の山々を眺め、ここに世界最高水準の大学院大学を作るという壮大な構想に挑み実現されました。沖縄県および沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議といたしましては、博士のこのようなご功績を称えるためこの度博士の顕彰像を建立したものであります。ブレナー博士の顕彰像の題材にはかつて博士が語られていたイノベーションは未知のものへの挑戦からのみ生まれるとの言葉からビジョン、チャレンジ、イノベーションの言葉を刻みました。ここオイストにおいて研究者、学生の皆様が構想を重ね、さまざまな課題に挑み、技術革新を起こし続けていくことが、博士の信念を受け継ぐことになるものと考えております。さて、現在、県内では新型コロナウイルスの感染拡大に十分な警戒が必要な状況にありますが、オイストにおかれましては、初期段階から、PCR 検査感染拡大防止対策に献身的にご協力いただいております。グルース学長をはじめオイストの皆様に対しこの場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございます。開学から9年目を迎えたオイストにおかれましては、世界最高水準の教育研究機関として引き続き世界の科学技術の発展に貢献していただくとともに、オイストが核となり沖縄振興発展にも寄与していただくことをご記念申し上げます。結びに本日ブレナー博士が成したその偉業に対し145万沖縄県民を代表して心からの敬意と感謝を捧げ顕彰申し上げ挨拶といたします。続きまして顕彰を行います。カメラをお持ちの報道関係者の皆様方、どうぞご移動される方はこちらの方へご移動お願いいたします。顕彰状、シドニー・ブレナー殿。貴殿は沖縄にベスト・イン・ザ・ワールドの大学院大学を設置するため、革新的な組織、研究体制や最先端の研究テーマなどの議論を主導するとともに、世界的ネットワークを生かし、世界中から卓越した研究人材を集め、オイストの設立に尽力しました。これらは沖縄の自主的発展および世界の科学技術の発展に大きく貢献するものであります。沖縄県および沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議は博士の信念を広大に受け継ぎ、
イノベーションによる心豊かな社会の実現を誓うとともに、沖縄県の科学技術発展の礎を築いた多大な功績を顕彰し、長くその栄誉を称えます。令和2年11月26日、沖縄県沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議。ありがとうございました。沖縄県副知事、沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議、ジャハナ・キイチローによるご挨拶と顕彰でした。ありがとうございました。続いて、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園理事長、沖縄科学技術大学院大学学長ピーター・グルース様よりご挨拶を賜ります。よろしくお願いいたします。Vice Governor Jahana, honored guests. We are here today to celebrate the unveiling of the statue of Sydney Brenner, one of the most remarkable, witty, and hardworking scientists of the late 20th century. Some people watch history. Sydney made it happen.One of his unfailing pieces of advice to scientists young and old was, do the best experiments you can and always tell the truth. That's all. Another was to stand up for humanity. Sydney stood up for the world through the undeniable impact of his scientific work.His 70-year career witnessed the birth and growth of molecular biology. He was involved in it from the very beginning. In his own words, of course, in the early days, we knew everybody already, because the whole of molecular biology began as a very tiny worldwide group.Three discoveries in his career are truly exceptional. You could call them Sydney's Big Three. In 1961, Crick, Brenner, Barnett, and Watts Tobin deciphered the nature of the genetic code. As if that were not enough, Sydney, François Jacquot, and Matt Meselson proved the existence of a very important messenger moleculeIn the cell called mRNA. But Sydney couldn't rest. He quickly moved on to his next challenge, looking to observe how genes control development and behavior. He decided to study a roundworm called C. elegans. And C. elegans soon became the animal model for developmental biologists and human disease research.In 2002, late in his career, he did win the Nobel Prize for his work. And when he first heard the news at Munich Airport, I might say, that he had won the prize, his comment apparently was, "It's about time." So he also was self-conscious. What about Sydney as a person? I first met Sydney.Because he was an external scientific member of the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, Germany, the institute where I worked as a director ever since the mid-1980s. What really struck me was his commitment to global science and international projects. For any new undertaking, he always wanted to start with the science, get it going quickly,and in the right direction. He was equally at home in Asia, Europe, or the United States, a world citizen,
modest in lifestyle. His was not the world of fast cars, large houses, or superstar science. He was more at home with a good book and a cup of tea. Sidney was very supportive of young scientists and noted, young people go where there is a challenge, and they are the ones you really want to have, the ones that go where you can go and do something new and get excited. To back this up, he even generously made several donations to help students at OIST. Science was his life, hobby, and calling. He preferred to be in the front line, leading the intellectual charge. It was just like Sidney to put his name to OIST when it was only an idea. By doing so, he helped make OIST a reality and ensured that it would be a project of the highest caliber. In accepting the role of its founding president, he guaranteed a foundation that would lead to accreditation of a new type of university, one that would be international, free of disciplinary boundaries, and committed to the very best science. Sidney showed that OIST could be the best in the world from the very start. He established the resources and attracted scientific innovators and pioneers who set the standards for what OIST is today. In recognition of his efforts at OIST, as we have heard, the government of Japan honored him with the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun in 2017. Without his influence and the work of other founders at OIST, OIST would not be where it is today. For this, we are truly grateful. Today, Sidney's statue stands as a reminder of the many remarkable contributions he made, not only to OIST, but to the science of the world. And hence, we are greatly indebted and thankful to the government of Okinawa, represented by Vice Governor Chahana, that initiated and financed the projects. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園理事長、沖縄科学技術大学院大学学長ピーター・グルース様よりご挨拶を頂戴いたしました。ありがとうございました。これをもちまして、故シドニー・ブレナー博士顕彰像除幕式を閉式いたします。本日はお忙しい中ご参集いただきまして誠にありがとうございました。